どうも、ひこいです。メモリアルイヤーのジュースジュースがやばすぎる。新メンバー川島美樹ちゃんもすでに多くの楽曲に参加、その存在感を存分に発揮しています。そんな今回はジュースジュースの独特すぎる新人育成術について紹介したいと思います。まずは歌割り継承。ハロプロでは卒業後に先輩のパートを引き継ぐことが通例ですが、ジュースではなんと在籍中から後輩に歌割りを継承させることが多いです。代表曲の人それでは発売からわずか4ヶ月で主要パートを大きく変更。当時末っ子だったリアイちゃんが落ちサビを継承し大きな話題になりました。現在は入江梨紗ちゃんが担当し、それまでとは異なる主人公像を表現しています。もともとはかりんちゃん、さゆき、ともこの3人が楽曲の9割以上歌っていた時期もありましたが、増員に合わせ何百回も披露してきた歌割りを変更。新メンバーの育成へと大きく舵を切った過去があります。在籍中から新人を育てる方針はジュースの特徴的な育成術と呼べるのではないでしょうか。続いて個別指導生。最近始まった回替わりのシャッフルコーナー。グループを半分に分け同じ楽曲を回替わりで披露するという一風変わった試みです。後輩は先輩のパートを研究し、たくさん質問したり一緒に歌ったりしてスキルを磨き、先輩も後輩へのアドバイスを通して成長。お互いに大きな刺激を生みました。オタクとしても2つの表現を楽しむことができ大満足。この取り組みは今後も続けていってほしいです。最後はフルパフォーマンス。ジュースジュース結成時からのコンセプトといえば、単独公演全曲フル尺でのパフォーマンス。ワンハーフと比較して多くのメンバーに見せ場を割くことができるのはもちろん、楽曲により深く向き合うことがパフォーマンス力の向上につながっているのではないでしょうか。そして先日から始まった秋ツアーではさらなる驚きの試みも。今後のジュースにも大注目ですね。いかがでしょうか。10年かけて作り上げた独自の育成制度、まだまだ成長が止まらないメンバー、本当に楽しみです。皆さんの好きなジュースジュースのエピソードについてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではバイビー。